会ご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、場所を譲り合いながらお考えください。
Thank you.
Thank you.
くしておりますが、左側は比較的空いております。席はございませんので、皆様左右広がってご観覧ください。また3人席のお客様は時折後ろのお客様と交代をしていただき、皆様が本日は小さなお子様や車椅子のお客様をお越しいただいておりますので、どうぞ皆様が近くでご覧いただけますようにご協力をお願いいたします。本日午後4時までお宿の参加ご覧いただけます。午前中は外の運動場でご覧いただいておりましたが、気温上昇に伴いまして、現在親子は屋外運動場に移動させていただきました。屋内観覧エリア大変混雑しておりますので、皆様交代しながらのご協力をお願いいたします。
写真にお寄せいただいておりますが、お友達の方が携帯電話を送らないでフラッシュを送りながら語ってくださいますが、よろしくお願いします。それでは、プレッシャーパネルでお送りください。お客様のお客様にお声掛けください。極力腰を落としてのご観覧ご協力ください。ただいま豊田の運動場前、多くのお客様にお越しいただいております。皆様にご覧いただけますようご協力ください。それではもう間もなくいたしましたら、ジャイアントパンダ親子公開終了とさせていただきます。親子は運動場向かって右側の扉より帰ります。彩浜と蘭浜2頭で歩いて帰ることもございますが、彩浜が動かない場合はスタッフがお迎えに参ります。運動場右側の扉より蘭浜、彩浜帰らせていただきます。もう間もなく親子公開終了となりますので、あらかじめご了承ください。なお運動場前大変混み合っておりますので、前の方のお客様、後ろの方からもご覧いただけますよう、極力腰を落としてのご観覧にご協力ください。サービスするんだね。
ジャイアントパンダの親子公開終了とさせていただきます。この後2頭は運動場右側の扉より帰ってまいりますので、あらかじめご了承ください。親子の運動場前大変混み合っております。恐れ入りますが、前の方のお客様、後ろの方からもご観覧いただけますよう、腰を極力落としてのご観覧ご協力ください。運動場向かって左側、比較的空いておりますので、どうぞ皆様、見やすい場所ご移動お願いいたします。赤ちゃんパンダ最近バックエレートを戻らせていただきます。運動場右側の扉より、最近おそらく自分で歩いて帰るかと思います。そのまま中原にまだ時を食べておりますが、赤ちゃんパンダの最近一足先にバックエレートを戻していただきます。赤ちゃんパンダの最近呼ばなくて、なお、お隣の運動場では、もう爆発さ、呼ばなくていい、戻っておいてあるんでも、うわー、そこやばいねえ、それでは赤ちゃんパンダ、バックエレートを行いましたので、本日の親子紹介終了とさせていただきます。なんと、本当のお宅を試したいバックエレートにとりますので、ありがとうございます。また、ランチに乗ります、運動場の左側には、お父さんパンダ、永明も、Okay.
ささよこから取った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 ら取Thank you.
Thank you.
三角形になっちゃった。
作られてるんですけど、爪がね、なかなか生えてないので、そこだけちょっと惜しいなって私は思ってるんですけど、まあ、それ以外を、それを除けば本当に緻密に再現されたぬいぐるみで、結構重さもしっかりあります。ちょっと持っていただけないのだけ残念なんですけど、はい。で、このシリンジビーカーシャーレはですね、実際に彩浜が使ってたり、シャーレに関しては風品も使ってた、本当に実際使ってたものを持ってきてます。で、この哺乳瓶に関しては2頭とも使うかもしれないって準備してたけど、結局使わなかったものになります。彩浜が生まれてすぐの頃になかなか自由力で母乳を飲むことができなかったっていうのを踏まえて、中国の研究員さんがこのビーカーの方ですねを、これが良品だとして、まあ、こう赤ちゃんを抱いてこう丸まってるんですけど、ここが柵なんですね。で、そう、この柵の中からこう手を入れて、ビーカーを持った手を入れて、赤ちゃん大体こっちにいることが多いんですけど、この赤ちゃんが左側にいれば右側の乳首で、右側に赤ちゃんがいれば左側の乳首のここから搾乳して、でこの小さいシリンジに入れて、最初最近はミルクを飲んでおりました。まあ、風品はこれ使うことなくて、私たちも彩品が小さかったので、この次生まれてくる風品ももしかしたら小さいかもしれないってことで、一応搾乳のシミュレーションだけは、まあ、実際ラウヒンでやることはできないので、ぬいぐるみにはなるんですけど、普段暑い日に外に代わりに出てくれてるぬいぐるみを使って、何度も何度もシミュレーションしまして、一応風品の誕生を迎えたんですけど、本当に健康有料児で大きかったので、最初から自力でミルクも飲んでくれましたし、一切シリンジとビーカーは使うことなく、はい、事なきを得たっていうような感じですかね。シャーレは、赤ちゃんの刺激をした後に排泄を受けるのに使ってます。もちろん卵品が刺激をしてくれるんで、私たちがしなくても排便っていうのはしっかりできるんですけど、やっぱある程度こううんちの状態、結構細かく色とか、あと固形物の量とかが違ったりするんです。卵品のミルクしか飲んでないんですけど、そのあたりがこう結構変わってくるので、そういう状態を把握するためにもシャーレにとって、あんな感じですね、あれ実際の風品の映像なんですけど、こんな感じで、これちょうど中尾さんがやってらっしゃるんですけど、刺激をして慣れてくるのが多いんですけど、通って、まあ、必要あれば冷凍保存したり、基本的には回復もあるんですけど、こんな感じで刺激してっていうような時に使ったものです。はい、続きまして、これ何か皆さん分かりますか？そうです、そうです、体温計です。YouTube でも多分使ってる映像いくつか上がってると思うんですが、あれですね、脇の下に挟んで、このここに挟んで体温を測ったり、あと時によってはこの尻尾のところに、尻尾と肛門のところにこう挟んだりすることもあるんですけど、生まれた初期の頃はこれぐらい毛が生えてないと、お腹の下、タオル、赤ちゃんがいるこのタオルとお腹の間にこの先っぽが温度計になってるんですけど、そこを置いて体温を測ってっていうのをします。で、さっきの映像ぐらい白と黒の毛が生えてくると、もう脇に挟んで体温を測ります。で、今までは毎朝、
このこれぐらい小さいと結構適度で、毎回こうお母さんのラーメンから預かるたびにとりあえず1回体温を測って体温下がってないかどうか確認したりするんですけれども、そのうち成長するにつれてそれが1日1回朝だけになったり、朝は違うな、お母さんから預かった時にすぐ測るのと、お母さんに戻す前に測ってどれぐらい差があるか見て、ある程度成長してくるとそれがどんどん回数が減ってきて、その後朝と夜だけになりまして、で朝だけになって、今の風品はもう暴れて測ることができないので朝も測ってないです。ただ外で日光浴したりするとやっぱりこう口開けてハーハーしたりとかすることありますし、パッと肉球の部分が結構熱が分かりやすいので、そこを触って熱くないかとか脇の下に手入れてみて熱くないかなっていうのをこう私たちのもう本当肌感覚になるんですけどで判断してます、はい、これも実際に使ってるまだ現役なんですけど使ってるものです。はい、でこれがですねパンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないですけれども、森永さんが今日も開発して、まあ私たちだけじゃないですけどいろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、楓浜も今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、一頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳の結浜がですね結構偏食でこのミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然楓浜も独り立ちの日って決まってないんですけれども、彩浜もそうなんですけど決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時結浜みたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが一回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に結浜ほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりも器から飲むことを覚えてないのでそこの順次の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてからそれをどんどんこう器の方に下げていって気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらい の流れでやってはいるんですけれども、最近やっとスムーズに飲めるようになってきたかなぐらい。哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が入ってなくて、だから双子の時ですねにこう入れ替え保育って言って一頭お母さんが預かって抱いてる間にもう一頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。まあ、ただ今のところ特にこうお母さんのミルクだけで食べてますし、今ムリビを使うとその乳首の部分がゴムなので誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですねひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、これが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつでも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ割るぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構見えますか、映るかな皆さんのあれに、はい、こんな感じで歯型がね結構、まあ、歯型で人間の歯型でみたいな結構噛んで移動したり遊んだりすることが多かったですね。はい、これ実際に楓浜が生まれた時の大きさと重さ再現しているので、よかったら見る前に一回触ってみておいてください。消毒シールでも回していただいて大丈夫です。意外とね手にずっしりくると言いますか、はい、これも実際に楓浜か楓浜も彩浜も結浜も使ってた、はい、お母さんから預かってこんな風に
タオルにくるんでここに入れて体圧測る、まあ、今ちょっとタオルの重さだけ引くの忘れてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね。タオルに入れて、あ、なんか、はい、203、はい今これ風になる、これ全く同じこの容器です。はい、あれぐらいの大きさの時に使ってます。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。はい、今はもうこの次ぐらいかな、一番最終の衣装ケースみたいなでかいのに入れて測ってます。はい、さあでは私の、撮れるうちに撮ろうかなと思います。皆さん、今、ユーブいるので、先に記念撮影だけ行きたいです。